宮沢賢治という人が教えてくれたことです。北の大地を風に吹かれて、黒いコートの賢治が歩く、痩せた畑にもうすぐ春だと励ますように声をかけてる。手のひらいっぱいのお米と野菜で人は生きてゆけるのに、欲しがりすぎて苦しんでいる人間って愚かだね。風の中の賢治、静かな顔した賢治、賢治。